よし。とりあえずセンベル回収して化石。さあまずはね、かぶってない化石を全部寄贈。これ基本。ギリギリ持てたか。ところがどっこい。まだね、地面に結構あるんだよね。わけねえよ。あらあら。さあ、溜め込んだ化石。回収。さあ、それじゃあとりあえず博物館巡り行っちゃいますかね。行くぞー。だだだだだだかーん。寝てる。昼間から寝てるんじゃねえ。いや、まあフクロウだからいいのか。はっ、申し訳ない。夜型なもので眠くて眠くて。いかがですか、この立派な姿。本日ついにダッシュ博物館オープン。寄贈のご協力があってのこと、改めて礼を寄せてもらいますよと。左右と地下ね。お、寄贈の際複数まとめてお預かりするよと。詳しくお知りになりたい化石や魚ね、何とお尋ね、くださればいつでも解説させてもらいます。さあ、とりあえずね、現時点のやつを見に行かないと。まずはね、化石の鑑定。多いよ、めっちゃあるからね。化石は完成しないと解説してくれないんだったっけ。さあ来い。おお、一つじゃないんですね。まだどれもコレクションにない貴重な化石ばかりですよ。天才天才。さあ、かぶりはどうなってるかな。さあ、化石の寄贈だ。始祖鳥スミロドンの体、ジュラマイヤ、イグアノドンの尻尾、始祖鳥。始祖鳥かぶったわ。ジュラマイヤかぶり多くない。イグアノドンの頭、ケツワカトル、結構かぶってないですかね。まず始祖鳥だ。解説ちょうだい、解説。なんと、始祖鳥じゃないっすか。せっかくなので解説しましょう。羽と見た目から鳥の祖先だと思われていたんですけどもね、関係ない。新しい化石が発見されるたび、いろんな説が飛び交う謎多き生き物なのですよ、と。ね、ちゃんと右上あたりに諸説ありますって書いておかなきゃダメだよ。始祖鳥って言ってる。鳥じゃない。ね、あの、蝶々ですよね。そうじゃない。違う、そうじゃない。とりあえずパーツだけだったらどうなんだろう。お、頭じゃないですか。お、解説は頭だけでもしてくれるのか。ステラノドンはね、恐竜時代の終わりに登場する緑竜ですね。空を飛ぶのですが、実は鳥じゃなくて爬虫類なんですよと。コウモリ系なのかな。体重は20キロにも満たない。なんかね、ステラノドンって恐竜系の作品でさ、復活すると誰かを捕まえて飛ぶってイメージなんだけど、20キロじゃ大人、成人男性捕まえて飛べないよね。次だ次。ちなみにかぶったやつを、渡そうとしたらどうなるか。あ、もうすでに渡せなくなってる。スミロドンの、スミロドンって何。知らない。おほう、スミロドンの体じゃないですか。はい、解説よろしく。お任せあれ。5本。
サーベルタイガーのことだったのか、スミロドンって。はあ。サーベルタイガーは知ってる。ね、ドラクエ2にも出てくるし。猫。猫じゃね。かわいいね。鋭い歯は大人になると20センチ以上にもなったとか。1万年前に絶滅したと言われている食料不足。餌となるマンモスが絶滅してしまったから、ね、つまりあの好き嫌いが多かったってことか。サーベルタイガーが絶滅した理由は好き嫌いが多かったから、ね、そういうことです。残りのパーツも見つかったらいいですね。ジュラマイヤ。お、ジュラマイヤじゃないですか。ジュラマイヤって何？ジュラ紀にいそう。ジュラマイヤですね。恐竜時代を生きた初期の哺乳類、ネズミか？強大な力を持つ恐竜から身を隠すため、10センチもありません。恐竜が絶滅するまで哺乳類は夜行性だったのですよと。何十メートルもある彼らと共存するためにはいろいろと工夫する必要があったんでしょうね。なるほどなるほど。寄贈する。他はブラキオ。あ、そうそうそう。で、さっきプテラノドンの左翼があるから、これで説明変わるのかもちょっと気になるよね。なんとなんとプテラノドンの左翼じゃないですか。さあ解説は変わるのか。かぶってる。大丈夫だね。パーツごとに説明は変わらないみたいなんで、それは気にせずに渡してしまっても良さそうだ。あとはブラキオサウルス、イグアノドン、双葉、イグアノドン、イグアノドン、イグアノドンの頭多くないですかね。頭と尻尾、体がないね。で、これとこれはまとめていっていいのかな。まとめていくと、あー、解説がなくなってしまうんだ。なんということだろう。で、これって何？なるほどね、そうなっちゃうんだね。イグアノドンの頭じゃないですか。槍のような爪が特徴的な中型の草食獣。モンハンでいうね、突進生肉さんかな。大きなイグアナだと思われていた。基本的には四足歩行ですが、たまには二足歩行にもなります。爪で肉食竜の攻撃をかわしたと言いますし、草食竜にしては結構強いんじゃないですかね。すみませんすみません、余裕がないので見てるだけで我慢するっす。やっぱ初回は1個ずつだね。解説聞きたかったら。さあ、あとは双葉さんとケツワクワトルさんと、ブラキオサウルス。あと3つ。さあ解説はお任せください。ブラキオサウルスは恐竜時代の真ん中に登場した腕のトカゲの異名を持つ巨大な草食竜です。後ろ足に比べて長い前足を持っていたため、首の長い草食竜の中でも特に高い位置の植物を食べることができるのですよ。まあ、その巨体を維持するために一日中食べ続ける必要があったと言われております。そのスケールの大きさゆえ、いまだにいろんな説が次々と出ている、とても味わい深い恐竜なんですよ。 FF6 のね、超強い雑魚です。ブラキオレイドスかな。スリースターズ、何落とすんだったっけ。あと2つ。双葉スズキリュウ。双葉サウルスの頭じゃないですか。のび太の恐竜に出るよ。せっかくですから説明します。それでは恐竜時代の終わり頃、首長竜、ね、海に住む爬虫類の仲間で、首が長く手足にヒレがついているんですよ。鈴木さんという方が見つけたので、双葉サウルス鈴木
鈴木鈴木さん発見した時は高校生でしたが、名前がつくまでに30年以上かかったとか。考古学の世界って発掘はもちろん、今までの発見といかに違うかを証明するのも一苦労なんですよ。まあ大抵の研究者はその証明こそが得意分野であったりするのですが、といった感じでございます。ラストかな、とりあえず決定。決はクワトール。はい、解説。恐竜時代の空を最後まで支配した、おお、翼竜ですね。翼を広げて去ることながら、地面に立っている時も現代のキリンより、キリンって10メートルぐらいない？足跡の化石4足。これ見に行かなきゃ。行くぜ。とりあえずね、化石化石ホリダーのとこ行ってみよう。どうだ、化石はここか。ドゥー、これルートかな。いけねえ。パンフレットあるよ。でこう、博物館の人はみんなこれ椅子用意して、椅子、ほんとこっち歩き疲れてんだからさ、ところどころに休憩できる椅子が欲しいんだよ。なんもいねえ。さあ来た。視点変えられない。おっと、フタバサウルスね、顔だけかな。これはプテラか。ケツワクワトール。キリンよりはでかくなくない？フテラノドン。いやー、もうちょっと明るくなりませんかね。暗いです。ブラキオサウルスもね、やっぱパーツ揃わないとダメだな。まだまだ足りん。とりあえずね、家の借金がある程度返したらね、誰かとこう化石交換したいなっていうところはある。始祖鳥。こうやって見るとどうやらパーツはかなり多い感じだね。こっちは？なんか後ろの影がさ、何？お前たちも化石にしてやるってことなのかな。まずはあの鳥、まずはペシミチを化石にする。シルエットで結構いろんなね種類あるけど、ネズミ系、犬系、猿系、一人ずつ白線にしていく。博物館にね、ここの絵が入るたびに一人ずつ住人が減るとかだったら本当やだよな。恐ろしいね。軽いホラーだよ。現状今うちにいるのは鳥系だね。ペシミチ、他何だっけ。マロと、マロのシルエットなくない？まあ一人ずつ住人が減ってここの絵が完成に近づいていきますのでね、ぜひ皆さんよろしくお願いしますと。なんだこれ、スミロドン、全然足りない。1日3個ぐらいだよね、だいたい化石追加されるの。一人でやったらね、丸1ヶ月以上は余裕でかかるんだけど、結構かぶるしね。はい、とりあえず化石系 OK かな。全然足りないけどしょうがない。あったあった、これがジュラマイヤだ。
そしてここが何一ついないっていうね。さあ蝶と魚、まず一旦ね、これまだの人にあげるって言いたいけど、それはまあ後で、まずは自分の金の方が大事だ。まあコンプリートするときは誰かとの交換必須かな。さあ値段チェックします。はい、おお、なかなか4000だね。これ始祖鳥1400ぐらいか、ジュラマイヤ、この1500ぐらいか、なかなかのお値段で。とりあえずね、一通り売ってしまおう。今日で19万8000円貯めれるかな。これとこれとこれ、だな。あとはこれかな。うん、なかなか。そして今日の高揚額買取商品は、木製のシングルベッド。あったね、そういや。でもあれ鉄鉱石使うからあんま作りたくないんだよな。マイレージ、写真撮ったと思うんだけど、これあれイベントの時はダメなのか。木材ゲット、あったあったあった、マイホーム、ポイント高よくさ電気屋とかでさ、あのキッチンを更新すると1万ポイントっていうけどさ、キッチン更新に50万とか100万かかるじゃん1万返ってきてもって思うよね。お、株主優待券、1週間で腐るから気をつけろよ。週末の株主、お、デイリー3日目、300、マイペースなのんびり屋。ロッカーは1個欲しいな。これ家、お、ちょ高い高い高い、まあ、鉄の塊だから高くて当たり前なんだけど。よし、じゃあ次行くか。はい、行くぞ。次は虫と魚じゃ。どんどん綺麗になる。そろそろいっぱいかな。持つ持つ、いけるいける、よし、だいぶ綺麗になった。お、化石もまだ1個余ってるじゃないか。ちょうどいい感じだね。よし、あー、すっきりした。はい、お披露お披露。これって何ってなんだ。ほほ、ミツバチ、それはミツバチですよ。あー、出さないでください。ミツバチといえばハチミツ、しかしこのハチミツっていうのは単なる花の蜜じゃないんですよ。集めた花の蜜を巣の中で加工したものがハチミツなんですよ。おお、ミツバチたちの一手間。ちなみにミツバチは、お預かりしてるものがないんで、寄贈してもらえると、うん、大変助かるんですけど、チラッチラッ助かるんですけど、チラッチラッ、ね、あ、個人的な好みとしてはどっちでもいいんですけどね。そのまま渡すってできないんだ。そういうことか。どれどれ
ね、これはステゴサウルスの頭ですよ。いかがでしょうか。お、寄贈しちゃう。よろしいんですか。ではお言葉に甘えまして、いやー、いい状態で見つかるなんて、解説どうです。お任せください。ではステゴサウルスは恐竜時代の真ん中に登場します。特徴的な背中のひし形のヒレは実は骨ですよ。主には、象の耳のように体を冷やすために使っていたようですよ。かっこいいだけでなく機能美といった感じでございます。さあ寄贈する、まとめていくぞっていくと説明がもらえないんで、一匹ずつ。解説はいらん。はい、承知しました、ね、では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 、カタシムリー、解説してください。と、虫ではありません、ね、虫が苦手なんだったらカタツムリはじゃあ大丈夫じゃないですかね、はい、貝の仲間ですね。貝があるのがカタツムリ、ないのがナメクジと思いがちですが、全く別の生き物なんですよ。生まれた時から殻を背負っておいて取り外せません。ヤドカリのようにはいかないんですよ。その代わり成長に合わせて殻も大きくなる。なんだって、つまり殻も生きているということです。うわ、虫じゃねえけど、キュッチャリキュッチャリ。カタツムリは時々寄生虫持ってるんだっけ。苦手なものでもお預かりします。お次は、あ、オタマジャクシ、これは魚扱いかな。ほほ、これはどこからどう見てもオタマジャクシですね。はい、喜んで。言わずと知れたカエルの子。カエルの子はカエル。黒くて丸っこい体と長い尻尾が愛らしいですが、おすすめは足が出てきた頃。まるで、魚類から両生類への進化をたどっているようで、胸厚、失礼、胸厚が厚胸が出てしまいました。来た来た、大ゴマダラ。あ、なんでもありません、ね、では、白黒マダラ模様の羽を持ち、ふわりふわりと優雅な飛び方をする比較的大型の蝶です。幼虫は白と黒の縞模様に赤い斑点、頭部と尾部に黒い角と毒々しさ満線ですが、サナギになると金色に変わります。いくら金色になったところでサナギはサナギですよ。あー、気持ち悪い。金色のサナギ、次ムカデいくか。プラスムカデ。ムカデは漢字で百足と書きますが、百本もありません。見た目通り毒を持っている虫なので、噛まれてしまうとひどく腫れます。出くわした時は気をつけてください。肉食なので何でも襲うんですよ。顔なんて思わないでくださいよ。とゴキブリを食べてくれるらしいですが、私は遠慮しておきます。あー、気持ち悪い。そういえばゴキブリ、今回家放置か、手に入れ方。たとえ苦手なものであっても責任を持って大切にお預かりします。雨かなんか地面に置いとくとか言ったっけな。半妙、これあれかな、今大人気のあいみょんの親戚かな、半妙。半妙は人が歩いている前で飛んでは止まり飛んでは止まりするために、まるで道案内をしているようにも見えます。この頃から道教え、道教えカラフルで美しいと評判のようですが、あの光沢見てるとちっちゃり。
半妙なんて見たことないけどね。まだ結構いる。テントウムシ、テントウムシコミック、ドラえもんのイメージ。テントウムシ、あー、いえ、なんでもありませんよ。どう、テントウムシは太陽に向かって飛ぶためメロスと呼ばれています。あ、おテントウムシってことだったのか。なるほど。外出先でテントウムシが体に止まると幸せが訪れるというジンクスもあるようですね。でもいくら可愛くても飛び立つ時の羽を広げるその様は虫そのものだ。さあ、それはさておき、苦手なものであっても責任を持って大切にお預かり。ちょっとね、時間ギリギリだな。オケラ、そうそう、株腐らせたところを放置してると虫が確かアリかなんかがね来るからね、株10株だけ買い足したいんだけどね。時間今51分、この4匹渡したら買いに行こう。オケラ、お金がね、聞きますか。オケラは正式にはケラ。じゃあなんでオガって言ってるんだ。前足がモグラのように発達し、頭部は卵型、体に毛がびっしり生えているなど、こうやって聞くと気持ち悪い生物だな。と言っても意外に泳げるし、羽が生えていて飛ぶこともできる。万能じゃねえか。オケラの気になる食生活ですが、カブトムシの幼虫、みゃーうまい。結構オケラってすげえんだ。アンチョビ、アンチョビットゲームスってね、あのスプラトゥーンにあったよね。アンチョビはね、俺の中ではね、あのコロコロでやってたコロッケっていうやつの結構強い敵のボスだった覚えが。アンチョビは正式にはカタクチイワシ、ね、海の魚。あー、イワシですか。アンチョビを使ったパ、アンチョビパスタって確かに聞くね。まあこんな感じでございます。あと2体。カメムシは臭い。そういうイメージしかない。潰したらさらに臭いんだよ。それでは、カメムシは臭いね。ストローのような口を突き刺して植物の汁を吸います。さまざまなカメムシがいるんですが、農作物を食べる種類も多いので害虫ですね。こいつは強烈な匂いを発する時点で害虫だと思いますけどね、はい。さあ来たよ、竜宮の使い。ファミリーフィッシングのラスボスと言ってもいいようなやつ。まだ釣れてません。早く釣れ。そんな小さくなかったろ。竜宮の使いですね、と。よろしければ、ね、聞かせて。銀色の長い殻だと赤い背びれを持つ美しい深海魚です。最長11メートル。その姿はとても神秘的。古い伝説の中にも登場したりする、ね、生態はよく分かっていないが割と釣れる。こいつが釣れると津波が起きるとか、なんかそういう迷信もなかったっけ。よし、とりあえず待て待て、株をちょっと買う。